次は会社の中での挨拶を出社から退社まで順番に見ていきましょう。ご一緒に声に出して練習してみてください。出社するときや午前中、社内で。おはようございます。自分が外出するとき。行ってまいります。外出する人に向かって。行ってらっしゃいませ。仕事を手伝ってもらったとき。ありがとうございました。上司から仕事を命じられたとき。それじゃあ明日の昼までに頼むよ。はい、かしこまりました。外出から戻ったとき。ただいま戻りました。日中、社内で、また外出から戻った人に向かって。ただいま。お疲れ様です。自分が退社するとき。お先に失礼します。先に退社する他の人に向かって。じゃあお先に。お疲れ様でした。ついつい使ってしまう言葉にご苦労様があります。自分より先に仕事を終えた上司に向かってご苦労様でしたと言ってしまう人がいますが、これは誤りです。ご苦労様は目上の人が目下の人に使う言葉ですから、使わないように注意しましょう。正しい表現はお疲れ様でしたです。